はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、中国四国地方丸3をお送りします。で、前回までに、4つの都道府県を終わって、まあ、その続きとなるんですが、で今回はね、3つの都道府県、そして10個の穴埋めとなっております。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、ちょっと説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、 E の都道府県の方から始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずちょっと復習ね。前回までに、まずここが広島県、これ前々回の動画です。で、前回が山口県、島根県、鳥取県と、こういう順番で終わってる。で、まずここをやって、中国地方がまず終わります。いいね。中国地方最後の都道府県、 E の都道府県の名前が岡山県です。いいね、岡山県で、これはね、前の動画でも出てきてるんですが、水島、今現在の倉敷市です。これは今岡山県の倉敷市ね、にホニャララが建設されました。で、さっきも言ったように前回の動画でもね、同じ名前出てきてるんですが、まあ、大事なんで覚えておきましょう。で、建設されたのが石油化学コンビナートです。ちょっと狭くてごめんね。石油化学コンビナート。これが建設されたと。で、それがホニャララ地域のシンボルとなった。で、これも前回ね、出てきております。これが、ちょっとね。瀬戸内工業地域。これのシンボル。まあ、中心的なね、都市となりましたと。で、瀬戸内工業地域っていうのはここだね。この地域にあった、それのまあ、ね、中心的都市となったと。で、また1988年です。これにはこの時に本州、本州こっちね、本州と四国を結ぶホニャララ橋が開通しました。で、これのね、橋の名前が、これもね、瀬戸内海になるんで、やっぱ瀬戸がつきます。で、瀬戸大橋と言います。瀬戸大橋です。で、場所はこう岡山県と今からやる F のね、都道府県を結ぶこの辺りです。ここに橋ができた。で、今ではね、これ以外のルートもあります。あるんだけど、この瀬戸大橋が本州、こっちと四国を結ぶ最初のね、つなぐ場所となりました。で、瀬戸大橋覚えてください。で、次が青の、今ね、その瀬戸大橋がつながった F のね、都道府県行きますと。で、ここから、四国地方が始まっていくんですが、四国地方は、まあ、4つの国と書くのもあって、4つの都道府県があります。それの、まず右上、このね、F のところが、香川県です。香川県ね。で、香川県は瀬戸内地方に所属しております。で、瀬戸内地方って、これも復習になりますけど、中国山地があって、四国山地がある。それの、2つの山地の間。ここが瀬戸内地方って言って、まあ、香川県もそこに入ってると。で、瀬戸内地方の特徴としては、年間降水量、つまり1年を通して雨が少ないんです。特徴覚えておいてね。少ないと。だから乾燥してます、基本的に。でも、この乾燥してていいことがあって、その乾燥した気候っていうのが、このね、小麦の栽培、これに適してたんです。だから香川はうどんが特に有名だと。もちろんこれ以外もあります。でも、おそらく聞いたことがあると思うんですけど、さぬきうどん、これが香川県です。いいね、美味しいですね、さぬきうどんね。で、うどんが有名だというのも覚えておいてください。で、最後、その香川県の南下ですね、南にある都道府県、あそこが徳島県です。いいね、あの赤、G のところが徳島県。で、まずですね、兵庫県の淡路島って読むんですけど、そこの間がつながっております。で、ちょっとネットで探しても出てこなかったんで申し訳ないんですが、淡路島ですね、ここにあるんです。ちょっと切れちゃってますけど、こんな感じ。ここにあると思ってください。で、その淡路島、これ兵庫県ね、淡路島とここをね、つながってるんです。この場所が。で、それ、ホニャララ海峡って言うんですけど、そこ、渦潮が有名です。
いい、渦潮で、まず海峡の名前なんですが、これがね、なるに門と書くんだよ。で、読み方すごく変わってて、ナルト海峡と言います。これでナルトです。ナルト海峡で、渦潮が有名。これぜひですね、ネットとかもちろん携帯とかね、でもいいんですが、ナルト海峡渦潮とかで検索すると画像いっぱい出てきますんで、ちょっと見ておいてください。あ、こんな感じだな、渦潮って、っていう確認をお願いします。で、またですね、徳島県はホニャララ踊りが有名です。で、これも名前からいきましょう。これも多分ね、聞いたことあると思う。あ、すげえ確信間違った。ごめんね。阿波踊りです。いい、阿波踊り。で、これが有名なんですけど、で、ちょっと同じ答え先に書いちゃいます。なんだけど、今ですね、徳島県以外でもたくさん踊られてるんです、阿波踊りって。ね、徳島県以外の町おこしなんかで利用されてると書きましたが、例えば東京のね、杉並区だったっけな、あとは埼玉県なんかでも、あのね、どっかの市で踊られたりすると。そのね、その地域で、徳島以外の地域で阿波踊りをすごい推し進めて、それが町おこし、まあ祭りとかになったりしていると。そういう感じで利用されております。ただ、まあね、発祥は徳島県なので、徳島といったら阿波踊りというふうに覚えておいてください。では、今回は社会の地、中国四国地方丸三をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、あと四国が2つ、ここね、ここは残ってますので、また引き続きありますんで、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。